ミッション、インポッシブル 3, 3.、E、ミッション、インポッシブル3、ミッション、イ、e、ンポッシブル EEMIEE は2006年のアメリカ映画、トム・クルーズ主演のシリーズの3作目。監督は、エイリアス、クローバーフィールドの JJA ブラムス。2006年5月5日に、アメリカ、イギリス、カナダで公開された。当初は2004年5月に公開される予定だった。 日本版 DVD は2006年11月17日に発売された。米国のスパイ組織 IMF のエージェントイーサン・ハントは現場を指示づき教官としての仕事をしながら本業を秘密にして婚約者のジュリアと幸せな生活を送っていた。そんな彼のもとにかつての教え子である女性エージェントリンジーがベルリンで捕らえられたという知らせが届く。迷いながらも 救出作戦に参加した E さんは仲間たちとのチームワークを発揮しリンジー救出を果たす。しかしヘリーに乗って逃げる途中、リンジーは頭に仕掛けられた爆弾の次元装置発動により死んでしまう。彼女は生前にメッセージを残しており、それによれば IMF 上官のブラッセルがブラックマーケットの商人であるオーウェン・デイビアンと結託して裏切り行為を働いているという。 イー、e、さんと彼のチームは真相を究明するためバチカンで、デイビーアンを拘束。ところが、CIA アメリカ本部に誤送中、何者かに襲撃されデイビーアンは逃亡し、逆に、ジュリアを人質に取られてしまう。IMF の追手を逃れて、上海でラビットフットを奪還し、ジュリアを救出。しかし、デイビーアンと結託していたのは、イ、e、ーさんの直接の上司である、マスグレーだった。 マスグレーブはジュリアによって倒される。E さんはすべてを知ることになったジュリアと共に IMF の基地を訪れチームの面々の祝福を受けハネムーンに出かける。制作費1億5000万ドルである JJ エイブラムスにとって初映画監督作品である。エイブラムスは自分が制作したエイリアスの第一シーズン DVD ボックスをトム・クルーズに進呈して売り込み 監督の座を獲得した。クルーズは本シリーズの映画制作権を持っており、また毎回、監督を変えるという方針を貫いている。この映画を制作する上でまず、エイブラムスが重要視したのが、テレビシリーズの特色の一つでもあった、作品中のチームワークである。一場、序盤のテレビシリーズの構図が次第に崩壊し、トム・クルーズ演じるイーサン・ハントが苦悩する展開であり、 その終盤と続作の2の見せ場はイーサンの独占上となっていた。本作はチーム要員を編成し、全2作よりスパイ大作戦の映画から C 出来にするという前置きがあり、それに従いテレビシリーズの構図に近い出来となっている。音楽にはエイリアス、ミスター・インクレディブルでスパイアクション音楽の経験があり、エイブラムスと組むことが多いマイケル・ジアッキーノが、 起用された。オープニング曲は、テレビ版のテーマ曲、ラロシフリン作曲を、ジアッキーノがアレンジしたものである。撮影は2005年6月に、イタリアで開始され、ベルリン、ローマ、バチカン、上海、西包、石膏省、バージニア州、カリフォルニア州などで、ロッケが行われた。撮影中に、スタントマンが事故で負傷し、映画制作会社を訴える騒動があった。 2006年6月1日、主演のトム・クルーズが、東京から新大阪間の新幹線、のぞみを借り切った来日キャンペーンを行うことが明らかになり、6月21日に実施された。時刻表にない特別ダイヤで運行し、出発時刻などは混乱を避ける目的で非公開となった。この企画の経費は、のぞみの貸し切り料金1、500万円などを含め、約3、 霊園とされる。DVD に収録もされた。トム・クルーズは、第4作はぜひとも日本を舞台にしたいと述べたが、実現しなかった。エイ・ブラムスが得意とする、巧みなストーリーテリングや、1作目と2作目を足して、割ったようなバランスの良いアクションシーンなど、ビジュアル面でのブラッシュアップもあり、アメリカの大手映画批評サイトロッテン・タメイトスでは70%の評価を獲得している。 ただし北米での興行収入は、前作よりも8000万ドルほど、ランクダウンした1億3402万9801ドルと、大ヒットシリーズの続編としてはやや期待外れな結果になってしまった。これは、宇宙戦争でのプロモーション中に、トム・クルーズが起こした一連の気候が原因ではないかと、言われている。第4作、が2011年12月16日に封切られた。 本作品では、ラビットフッとなる兵器、生物兵器の模様が登場するが、詳細は明かされない。本作における処理幕画品。続編であるの映像特典において、ラビットフットの正体は、手錠の鍵であることが語られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。